にちは、みきめぐみです。今日のテーマは魅力的な人の話し方です。話がすっごく面白いとかいうわけでもないんだけれども、なんか些細なことでも引きつけられちゃう話し方の人っていますよね。そういう方の周りにはやっぱり人が集まりますし、影響力があります。そんな魅力的な人の話し方には一体どんなポイントがあるのでしょうか。一つはやっぱり感情豊かであるということです。人は感情で動きますので、やっぱり感情表現豊かな人にはスススッと引きつけられてしまうんですね。じゃあ感情豊かに話すっていうのは一体どうすればいいのか、これを今回の動画で解説していきます。この動画を最後までご覧いただくと、あなたの話にもっと感情が乗って人が引きつけられるようになっていきます。それでは早速、魅力的な人の話し方ポイント1つ目、行動を言葉にするです。まず感情を表現するためには、嬉しいとか楽しいとか感情そのものを言葉にするっていうのはもちろん大切ですよね。でもそれだけじゃなくって、感情に加えて自分の行動も言葉にしてみてほしいんです。感情が湧いて、それが自分のどういう行動につながるのかというところまで言葉にしたいんですね。例えばぬいぐるみを見て、そのぬいぐるみに対してわーかわいいと思ったことを言葉にする、これももちろんいいんですけれども、これだけでは感情表現豊かで魅力的な人とまではあんまりいかないんですね。わーかわいいに加えて、あ、すごいふわふわしててずっと抱きしめてたい、抱きしめるという行動、かわいいという感情が湧いて、その感情から自分がどんな行動をしたくなるのかというところまで言葉にすることで、あ、この人ってそういう風に感じるんだなっていうのに人は惹かれるんですね。別の例でも考えてみましょう。お土産にチョコレートをいただきました。わあ嬉しい、ありがとう。まあこれももちろん OK なんですが、もう一つ行動を加えてみたいんです。お土産にチョコレートをもらって、わあ嬉しい、ありがとう、もう最近忙しかったから甘いもの欲しかったんだよね。これはこれからする行動ではないですけども、自分の忙しい状況とか甘いものが欲しかった、食べたかったっていうね、行動に触れているとすごく具体的で真実味も湧いてきますよね。押さえておいていただきたいのは、感情表現といっても感情って感情そのものには形がないですよね。嬉しいとか可愛いとか人によって感じ方が違います。ですからこの感情を表現する時には、何か他の分かりやすいものに託す必要があるんですね。最初のぬいぐるみの例でしたら、可愛いという感情をもうずっと抱きしめたいぐらい可愛い、愛おしいみたいなね、抱きしめるという行動に感情を託していました。そしてチョコレートは、わあ嬉しいというのを自分の忙しいとか早く食べたいというね、行動に託してより豊かに伝えていたということなんですね。こんな工夫をすることで、可愛いとか嬉しい、この感情そのものの言葉がよりはっきりと相手に伝わっていくんです。嬉しいとか感情の言葉だけだと、場合によっては社交辞令的に聞こえてしまうこともありますよね。これはやっぱり嬉しいという言葉には形がないっていうのも原因の一つです。でも嬉しくってどうしたい、自分の行動とかを添えてあげることで、相手は、あ、本当にそう思ってくれてるんだなと、リアリティを持って受け取ってくれます。感情が湧き起こっている様子が鮮やかな映像として浮かんでくるんですね。こういうところで、あ、この人と話すと楽しいな、あ、なんかもっとこの人と一緒にいたいな、引きつけられるなという印象につながっていきます。魅力的な人の話し方ポイントその2、他のものに例えてみるです。先ほどもお話しした通り、感情というのは形がありませんので、例えるというのもとても効果的なんですね。魅力的な人は感情を比喩で表現するのもとても上手なんです。例えば先ほどと同じ例で、ぬいぐるみを見て可愛いという感情を表現します。で、この可愛いに追加して、あ、なんかうちの娘が1歳くらいの時に似てるとかね、自分の娘の赤ちゃんの時の姿に例える、比喩を使っているわけですね。で、この比喩は自分にとって大事なものとか価値があると感じているものに例えるのが基
本です。もう一つの例言ってみましょう。お土産にチョコレートをもらって嬉しいという時、この嬉しい気分を他のシチュエーションに例えてみます。チョコレートもらって、わあ嬉しい、なんかお年玉もらったみたいな気分だとかってことですね。で、この比喩で一体何に例えるかというのは自由です。面白いこととかうまいことを言う必要はありません。あるものを他のものに例えるという時、このつながりを見出すのは人の個性が出ますので、自然と浮かんだものを比喩として使った方がその人らしさが出てより魅力的になります。で、この例えるっていうね、あるものを他のものに置き換えて言葉にする、これはですね、こう表面的に感じてる感情では出てこないんですよね。さっきのぬいぐるみであれば、ぬいぐるみのその可愛さを自分なりに解釈して、あ、私の記憶とか経験の中では娘がちっちゃかった頃の姿、あのもちもちプニプニ感を思い出すなとかって、こう意味付けをして他のものに例えるっていうことをしてます。その解釈の一手間、しっかり向き合っているということが魅力的に映るんですね。また、例えるという作業はその人が物事をどういうふうに見ているか、その人のキャラクターとか人生とか価値観が垣間見えますので、そこも非常に魅力的なところです。自然でオープンなその人らしさが魅力ということにつながっていくんですね。魅力的な人の話し方ポイント3つ目は、音で喋ってみるということです。最後はとってもシンプルに、難しいことは考えずに感情のままに湧いてきた自分のこの中の音、あーとかおーとか、こういう簡単詞を我慢せずに素直に出すということです。感情表現がちょっと苦手だなと感じる方は、感情をそもそも外に出さないようにする癖がついている場合が多いです。でも、そこでこう湧いてきた何かを止めずにそのまま出してしまうというのもとてもいいんですね。最初の2つのポイントでお伝えしたような、工夫して言葉にするというのは、まずはおーとかあーとか出てきた感情そのまんまを言葉にして、その後でも大丈夫なんです。まずはせき止めずに出すというのも心がけていただきたいんです。先ほどもちょっと触れましたけれども、オープンで自然体な人っていうのはもうそれだけで魅力的なんですよね。まあ、そのおーとかあーとか言うのちょっと苦手だな、恥ずかしいなという方は、独り言からでも大丈夫です。感情っていうのは出さないようにしていると、どん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 出せなくなっていってしまうんですね。ちょっとずつ外に出す練習をしてみましょう。何かこう自分の中から湧き上がってきた感情を、これは出す、これは出さないというのをあまりジャッジしすぎないようにしましょう。特にネガティブな感情っていうのは、まあ、あまりね、人に不快な思いをさせたくない、失礼に当たるとかで出さないようにすることがあると思うんですが、別のところで一人っきりの時とか、家族とか気の置けないお友達とかにこう出してしまう場を設けるっていうのも大切ですね。じゃないと出せなくなっていくからです。感情自体に良い悪いはありませんのでね、ポジティブだからいい、ネガティブだから悪いというものではありません。湧き上がってきた時点でもう生きてる証拠ですから、とても価値のあるものです。魅力的な話し方をする方は、ポジティブな感情でもネガティブな感情でもこう湧き上がってきたものと上手にお付き合いをしているものです。ということで、今日のテーマは魅力的な人の話し方、特に感情を表現する方法についてお話をしてきました。ポイントその1、自分の行動を言葉にする。その2、他のものに例えてみる。その3、音で喋ってみるでした。特に3番目のうーんとかおーあーっていう音で喋る簡単詞をあまり普段出してない方は、まずはここから始めてみてくださいね。感情表現やってみるとね、気持ちいいものです。とってもおすすめです。人はやっぱり感情で動くものです。ぜひあなたの話に今以上に感情を乗せて、人を引きつけ影響力を発揮していってください。応援しています。このチャンネルでは、声や言葉、コミュニケーションを通して、あなたがもっとのびのびと活躍していくためのヒントをご紹介しています。今日の内容が良かったよ、役に立ちそうだよという方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。みきめぐみでした。ありがとうございました。またねー。